はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日の相方は翔太です。はい、はい、前回の動画で、減量してくれた彼ですね。3キロアップですね。はい、3キロアップの減量の方ですよ。これはちょっとね、あのでかすぎるんで正規の測り方をしたいということで、コンペラーにかけますね。ゼロっすね。自分みんな見た時自分釣ったのかなって思ったぐらいの絵面やったけどだってこと。今日はですね、最近コメントが結構遊びすぎてないかとネタ動画になってないかと来てるんで、はい、真面目な方で動画をやっていきたいなと思っております。彼はね、あの山下派なんですよね。そうです、はい。でまあ、山下使っていただいて、はい、僕はデュエル用図を使って、はい、真剣にしていくっていうそれではね、はいはい、笑いなしでやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。漁港に来ましたね。久しぶり、超久しぶり入る漁港です。潮変わりのタイミングなんて潮がめちゃめちゃいいですね。ボトムよりちょっと上が潮重いっすね。めちゃめちゃちっちゃいですよ、ね、どうですか。めちゃめちゃちっちゃいですね。めちゃめちゃちっちゃいですね。おりますかね。でもおりますね。300ぐらいですね。釣り合いそうですね、はい、ラトルタイプいいですね。3匹やっぱり鉄板ですよねこれ。ちょっとリリース、はい、とりあえずリリースありがとうございました。ありがとう。まあまあちょっと今のはなかったというちょっとサイズがあるよね。春ですからね。すいません。ポイント移動をね、してまいりました。よいしょ。久しぶりですね。この2年半、3年ぶりぐらいかな。昔の動画この時に入った、ポイントですね。アキイカかな。わ、塩がいい。もうすぐいい。お願い釣らして、海の神様。今日はね、朝8時過ぎぐらいからもうね、風が強くなるんで朝まずめ勝負っていうことでね、今夜中の4時前ぐらいかな。朝からスキャットマン来るらしいんで皆さんお楽しみにしといてください。とりあえずね、夜の部はね、ショタと真剣にね、おふざけなしでエギングをやっております。朝からスキャットマン来たらうるさいんでね。エギをですね、ヨズリのスロータイプモンスターマスターに変えてみました。スリーダーです。違う、真面目にするよ。はい、なんか釣れてる。やば、アジ釣れた。ちょっと事件。見てください皆さん、アジ、バイブでアジ。これ持って帰ろう。投げるやん、どけ取るやん、もうマック。おい、ナイス。どうなのよ。途中で乗った。ああ、いいサイズ、いいサイズ。いや、いいサイズ。ジャスキロぐらいやん。はい、ナイス、ナイス。でかい、でかい。正体やりましたね。やったー。やりましたね。やっとリルレに登場できる。やったー。ナイスサイズやねこれね。あ、でもエンペラ広っ。おばあちゃんの心ぐらい広い。さあさあ、お上がり。はいはい、いいね。測りましょうか。はい、どうぞ。 1.95 なんで、まあまあまあ、うん、ジャスキロ、ジャスキロサービスです。これが翔太くんです。皆さん覚えてくださいね。どんな感じだったんですか。いや、ちょっと感じはちょっと釣れちゃったって感じ。あ、まあ
ちょっと味に夢中で頭が味イメージしちゃってて、そうなんです、味いいなって思いながらちょっとやっちゃってたんで。え、エギはエギ王のエギ王の K の、うん、村ちゃんのシャローですね。村ちゃんシャロー結構潮流れてね、水深もこちょこちょあるけど、あるけどちょっと明るくなってきて、うん、ちょっとシャローの方にさっき変更したんで、うん、あー、いやいいっすね。いや嬉しいんじゃないですかこれ、めちゃめちゃ嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。この味でかかや、おはようございます。おはようございます。面白いやつやってるじゃん。20センチぐらいあるやん。20ぐらいありますね。もういなくなりましたけど。なんでよ。もうあの明るくなったら急にいなくなりましたね。なんかあの特急事例の方を、わかりました。お願いします。俺、何すかそれ。領域展開。あー、かっこいいやつでしょ、あれ。かっこいい人がしないといけない。領域展開だれよ。僕は足を帯びしてくれ。領域展開。足がうざい。昭和の立ち方ですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったっす。報告あります。皆さん、磯場でよくあると思うんですけど、はい、僕今それなんですけど、はい、あの、パンツにうんこがちょっとチッとついてます。お分かりいただけただろうか。あの、パンツにうんこがちょっとチッとついてます。我慢しようと思ったんですけど、磯と磯の間でピッとなります。皆さん、経験あると思います。茶色に縦線です。すいません。うんこなんだから辛いんだから、朝からはみんなあれありますよね、我慢しきれないやつ。すいません、汚い話で申し訳ないです。大丈夫ですか、お尻の方。お尻もじゃ濡れてるから、ずっとこうしてるから。お尻の方につかないように。はい、ということで見事キルアップも釣れたんでね、はい、動画になります。よかったです。ありがとうございます。春以下ね、終盤戦ということで、はい、もうまだ生えてましたよね。はい、枯れてないんでね、魂もね、枯れないようにね。あ、取れないかベイの思いが今回ですね、デュエルサポーターの方と一緒にしたんですけど、はいはいはい、山下でエギ使ってるよっていう方は、はい、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。